ハッチ取りっていうとついこんなのとかこんなのとか何か一大行事みたいなのを想像しちゃうんですけど、一番大切なことはそもそもサッチを極力貯めないことですよね。芝生に取り残されたサッチは風雨にさらされて腐ったり風化しながら地表に層となって堆積します。水を含んだサッチは天気が良くなって気温が上がると蒸れて様々な菌を培養してしまったり病害虫の巣になったりします。できることなら地面に深く堆積する前にこまめに取り除いちゃった方がいいですよね。僕が使ってるのは硬いブラシのプラスチック棒、芝に適度に優しく新たにできて浮いてるサッチを効率よく回収できます。日々の簡単なメンテナンスでさっとできるんでおすすめです。特にまとまった雨が降った後晴れが2日続いた日なんかはチャンス。雨水に浮いた新しいサッチが地面から浮いてまとまってることが多いです。こういうの見つけたらささっとプラスチック棒でサッチ取りしてしまうと芝が健康に成長しやすい環境を維持できます。サッチをいつ取るかってことに重きを置くんじゃなくてサッチが少ない期間をどれだけ長く維持できるかが大切だと僕は思います。まあどんなに頑張って努力してもサッチは堆積していくんですけど、日頃からのちょっとした心がけでより長く芝が心地よく成長できる環境を提供できますという短いお話でした。いい芝を作りましょう。ではまた。このチャンネルでは一般家庭で芝生を育てることに関心がある人向けに我が家の芝生で実際に得た体験を題材とした動画を公開しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。